あら、ペリパ君はどうしたんだろう。え、マーヨンちゃんから電話かかってきてるけど。え、どうしたの。どうしちゃったの、もう本当に。でもまたこう、ここで言うとな、めんどくさい。どうしたらいいの、本当に。何この話。私のことを裏切ったのって何？すごい怒ってんだけど。もう。まゆちゃん？電話怖いんだけど。あら？配信ついてる？もしもし？配信ついてる？ついてないよ。どうしたの、まゆちゃん、こんなに。今消した。電話どうしたの？さあ、うん、これこれさんにいろいろ言った？あ、まやちゃんのこと？うん、聞かれたよ。うーん、松本人志の件でしょ？のことで、私が死んじゃうっていう、うん、ことを言ったことを、うん、これこれさんに詳しく言った？あのね、確認作業みたいなのが来たの。今までの情報みたいなのがあって、これは本当なの？嘘なの？ってまゆさんに対する話が出てるんですけど、うんうん、だから例えばね、そう、死んじゃった疑惑がありましたかって、それは私はありました、そういうなんか質問形式みたいな、うん、そうなのね。それを何、裏切ったと思ってんの？これこれさんが、うん、ちょっと待って、これこれさんから連絡が来たの？そう、これこれさんに連絡、うん、あれ、そしたら藤沢奈々さんが、うん、いろいろ教えてもらいましたよって。あ、じゃあそのことじゃない？で、この間もね、昨日か一昨日にコロコロさん連絡来たんだよ、うん、それはなぜかっていうと、私がほら、うん、泣いてた日あったでしょ、うん、それが多分情報がいって、まゆちゃんなんかまたなんかあったんですかってまゆさんって聞かれたのね、うん、でその時に、あの、うちりんの揉め事なんで、って大丈夫です、うん、とは送っといたよ。うん。じゃあ、それは、私の考え違いなんだね。別に、まゆちゃんの何を裏切るって、何の話？いや、なんか、これこれさんが、うん、いろいろ、ななちゃんが、教えてもらったっていうから、うん、そのなんか、確認作業みたいな感じよね。でも、それを、のことを私はどういうふうにって聞いたんだけど、うん、どういうふうにって聞いたんだけど、それはこれこれさん教えてくれなかったから、うん、だから、あの、私は嘘をついてないですって。ああ、なんかまやちゃんが嘘をついてるかついてないか。そう、でもさ、松本人志の件で、松本人志の件は本当だけど、あ、死んだか死んでないかの話、去年の。そうそう、そのことについてさ、もうずっと言われてるじゃん。まあでもね、それはまゆちゃん配信上で起きちゃったじゃん。うん。でもそれ言われてしょうがないと思うよ、ぶっちゃけ。うん。未だに嘘だと思ってる人もいるし、うん。ね、本当だと思ってる人も、私は別にまゆちゃんのことを疑ってるわけじゃないしね。うん。それはこの間話したじゃん。うん、喧嘩になった時に、うん、ただ距離を置きたいっていう話をしたでしょ。もちろんそれは奈々ちゃんの言うことは分かったよ、うん、すごい分かったし、
さ、なんか、そういうなんか裏切られたとなんとかってなると、また、なんつうの、また喧嘩になっちゃうかな。いや、喧嘩は私したくないのね。でもね、言われた方も嫌なんだよね、そうさ、ごめんね、言っちゃって、そういう風に言ったことは、でも。だもうさ、配信者ね、絡まない方がいいんじゃない距離を取って。いや、もちろん、もうそれ以上か、あの、配信で絡んでないし、昨日も、じゃなくて、絡むっていうか、ワンちゃんのお世話をするつもりで、言ったことじゃん、うん、じゃあ別に配信中にかけてくる必要ないじゃん。終わってからでもいいじゃん。今今、ブワーって連絡いっぱいしたでしょ？私びっくりするじゃん、その。何があったんだろうって、その裏切られたとかさ。ナナちゃんは、度胸が座ってるからそんなことではびっくりしないでしょ？いや、するよ、あれ。めっちゃびっくりして慌ててしちゃったのにね。それで、でも配信中だし、またマヤちゃんのこと言うと。配信中じゃなきゃ、ナナちゃんは出ないって言ったじゃん。何が？配信中じゃなきゃ電話は出ないって前なんかで言ってたじゃん。基本私出ない人だから、友達とかでも出ない人なのよ。うん、メッセージでやり取りするタイプなんで、そう、電話が苦手っていうか。いや、もちろんそれも分かってるし、うん、でもここはママからも LINE 来ちゃったし。ママからなんて連絡したの？いや、ナナちゃん来なかった？来てないよ、ママからは。あ、ほんと、なんか、二人は仲良くすれ違ってるから。うん、そうなんだよ、仲な。そう、仲良くしてほしいなって、奈々ちゃんにも送っとくよ、つって。言ったんだけど、今ほら、お父さんのことで、いろいろ忙しいから。あ、うちのお母さんがね、おじいちゃんが体調悪いんだよね、うん、今ね。そう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 。だからそれも聞いたし、裁判のこともあるし、いろいろあるから、だから忙しかったのかなって今思った。ただ、うん、奈々ちゃんとは距離を置いてもリスナーとしてね、リスナーとしてやっていくっていうことは、うん、それは投げやりじゃなく、うん、奈々ちゃんのためにそう思ったの。うん、でもさ、結局行動がそうなってないじゃん。昨日はそう言ってて、ね、今ね、お酒飲んでるからなの。なんでまた飲んじゃったの？やめないよ、怒られるよ。だってやるせないじゃん。え？やるせないじゃん。何、なんで飲んじゃったの？また昨日言ってたじゃん、それお酒飲んでまた旦那さんに怒られたって言ってたでしょ、うん、怒られたよ。なんで旦那さんにも言っちゃったの？なんか、うん、言ったけど。なんて言ってたの？でも、もう、あの、そういう、うん。機長くんのことの訴訟とか。機長くんのさ、その枠は何を言われたの？朝？なんか、私に、うん、私が、匿名のやり方が分かんなかったのよ。はい。匿名コメントの。機長くんの枠の出来事ね。機長くんの枠で舞ちゃんが遊びに行ったってことでしょ？そう。そしたら、ワンちゃんのお世話をしてくれる人を募集してるって言うから。ララちゃん？そう。うん。うち、ワンちゃんもいるし、うん。町田から近いし、うん。だから、全然無償で、あの、ララちゃんのお世話することぐらい全然 OK だなと思って、うん。それを言いたかったのね。うんうん。そしたら、匿名をつけたつもりが匿名じゃなかったのよ。ああ、誤爆しちゃった。そう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 。ああ、つけ方が。まあ、まやちゃんはそうだもんね。匿名使わないもんね。使わないからわかんなくて。そしたら、うん、だからまあ結局は、まあ言うんだっていう。周りがね、コメント欄が騒然としちゃったんだね。いつも通り、そう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 、あ、蘇っただろ、なんだろうって、あの、まあ言うか、みたいな。そしたら、機長くんが、そういう揉め事のあるような人には預けられないみたいな感じで、はい。悲しくなっちゃって、それ、その開示はどのコメントに対してイラついたの、まやちゃんは。なんてコメントですか？なんと、本当に、まやに預けるとどんなことになるかわかんないみたいな。まあ、ちょっとそれはひどいね。
うん、犬好きだしね、まよちゃんね。そう、だってうちほらあれだから、うん、ワンちゃん大好きだし、うん、そういうこと言われるのはちょっとやだね。やっぱ一番悲しくなっちゃうことなのね。うん、それは結局開示請求するの？いやだから自分一人でやれって旦那さんに言われたから。前は旦那さんと一緒に何人かやったもんね。いや旦那さんが直接やったのよ、私は知らなかったのよ。あれは何人やったんだっけ？3人。あ、3人か。うん、でもそれは、あ、これは配信で私言ってないんだけど、言ったっけな、言っちゃダメなんだっけ、あんまりそういうの言っていいよ。近い、まゆちゃんに近い人だったんでね、言ってた人はね。そうだよ、一人はね、一人は、あと二人は加担してたのよ。その二人は、そう、うーん、だから私は別に、だ多分また身内なんじゃないか、身内っていうかね、そのまゆちゃんが仲良くしてるモンジョリリスナーなんじゃない、うん、多分そういうこと言う人って。そういうふうに考えた方がいいかもね。だから言ったじゃん、そういう裏でね、リスナー同士で慣れ合うのよろしくないよって。うん、うん、そうね、やっぱ誰が、うん、分かんないじゃん。うん、ちょっと待ってね、まゆちゃん、うん、ごめんね。うん、あ、ちょっと待っててね。うん、ちょっといい？まゆちゃん待ってて。うん、松本人志の件はさ、言えることと言えないことがあるじゃん、まゆちゃん的にね。うん、私はまゆちゃんの話を信じてる方なのよ。うん、昔から聞いてたし、それも配信では言ってたでしょ。うん、うん、うん、だからそのことについては別にもうあとは裁判に任せるしかないから。そうなんだよね。よかったんだけど、うん、でもあのニュースを見たら結構被害者側が折れてるよね、最近ね。折れてるね。あれなんか圧力かかってんの？かかってると思う。あ、だって週刊文春も今出してないから。やっぱりね、芸能界なんかあんだろうね、そういうの。うん、だからまあ、あ、今パソコン見たら誰か来てるんだね。あ、大丈夫だよ、まやちゃん。うん、お邪魔しちゃ悪いから。じゃあここで話さないとほらまた話す時間がタイミングがずれちゃうかな。うん、今話しちゃおう。うん、だから私はね、別にね、うん、なんか奈々ちゃんが友達って言ったりリスナーって言ったりしてたから、あのね、そこもね難しいんだよ。どっちなんだろうって。そう、分かってるんだけど、どっちなんだろうって思っちゃう自分もいたのね。じゃあぶっちゃけて言うよ、お友達だと思ってんのよ、うん、ただ、うん、それをここで言っちゃうとまたまゆちゃんが攻撃されたりとかさ、そういうのが嫌なんだよ、私も。うん、ヨギママもそういうので揉めたりとかね、最近あったんだけど、うん、友達じゃない、友達じゃないとか。うん、ただ、この、やっぱり配信上はそういうスタンスでいたいんだよね。だから距離を取ってほしいみたいな。うん、距離を取るのは全然、うん、そういうふうに言ってくれた方が、よかったのよ、逆に。いや、前から言ってんだけど、前ちゃん。そうなんだけど、でも。言ってんだけど、前ちゃんほら酔っ払ってバグる時があるじゃん。そうそうそう。そうすると私がびっくりするでしょ？分かってないのになるじゃん。うん。うん、ね、あと、昨日さ、奈々ちゃんがさ、私の LINE さ、見せたじゃん、みんなに。うん、あ、そういうのも私いけないんだけどね、見せちゃうと思う、ね。いや、それでさ、ポルシェのマカン買ったっていうのを自慢だ、自慢だってさ、うん、延々と言ってくるコメントがあったの。うん。別に自慢じゃなかったのよ、ナナちゃんに言いたかったんだけど。わかるよ。それはわかるよ。うん。ナナちゃんに。乗せ、ね、新しい。そう。乗せたかっただけなのよ。うん、別に、みんなに、買ったって言ってるわけじゃないのよ。そうだね、それは私が見せたから自慢みたいに見えちゃったけど。うん、うん、だからその辺も、そこら辺は私は分かってるよ。別に自慢でもないし、
ただ、奈々ちゃんに、奈々ちゃんポルシェ乗ったことあったっけなと思いながら、ポルシェのね、マカンはない、私。ないよね。ない。だから、どうやっておねだりしたのよ。勝手に買われた。ええー。うん。もう BM も古かったから、うん。だから、別に何とも思ってなかったけど、うん、でも、今までポルシェは乗ったことなかったから、うん、だからポルシェにしたって言われて、いいじゃん、ね、すごい優しい旦那さんよ。うん。まえちゃんって幸せだよね。だからそんなくだらないことでも傷ついたり、しなくていいじゃん。うん、幸せやん。幸せなのかな？ネットの中で起きてることなんてもう気にしない方がいいよ。リアルはもうね、旦那に愛されて幸せ。なんでまえちゃんってさ。でも旦那はゴルフ行っちゃったよ。あ、寂しいの？寂しくはないけど、朝ゴルフだから、夕方には帰ってくるからいい。もう、まゆんちゃんコーナーを作っちゃうから、逆に隠すんじゃなくて。まゆちゃんとおしゃべりする日を決めてそこで話せばいいんじゃないの？そうすればリスナーさんもコーナー化して、あ、またまゆんかになるじゃん。うん。裏とかでやっぱ連絡取ったりとかね、長くしてると焼き餅焼いて攻撃するんだよ。だから焼き餅嫉妬がすごいから。それはね、やっぱりね、私の近くにいる人だからね、それをみんな知ってるからよ。ね、でも、焼き餅借りるようなこと、奈々ちゃんとしてるわけじゃないし。まあ、そんなにはしてないんだけどね。うん、やっぱり、アイテムとかもあるんじゃない、うん、アイテムを投げてくれてんじゃん、私に応援してくれてんじゃん。うん。プレゼント、ね。それは純粋に、本当に奈々ちゃん頑張って、みたいな感じで。そうなんだよね。まえちゃんはそうなんだけど、多分違う意味で捉えてる人がいるんで、ね、やっぱ、捉える人によっては自慢してるとか、金持ちの遊びとかさ、そういうので焼き餅焼いてる人はたくさんいるんじゃないかな。自分ができなくてね。でもね、そんなにお金持ってませんよ。そういう言い方が勘違いする。いや、お金持ってないよ、そんな。でもね、みんなね、まゆちゃんってね、こう、ほわーんっていう感じなのよ。嫌味で言ってないのよ。こういう性格なのよね。持ってないもん、そんな。可愛らしい性格も。だから、奈々ちゃんとは、別に、まあ、リスナーとして接してくれてもいいし、友達で接してくれてもいいし、別にどっちでもいいなと思って。いや、今まででいいんじゃない？別にリスナー友達、今まで通りでいいんや。その言葉、ヨギママもそうなんで、友達なの、なんたらのって言うけど。いや、たまに奈々ちゃんが、不安なこと言うから。何を？いや、リスナーとか、友達とかさ、そういうことを言うから、ヨギママも不安に、不安になっちゃった。いや、それはやっぱりね、配信では区別をつけないと、やっぱり攻撃されちゃうからね。わかる？そう。ここでは言うじゃん。うん。リスナーだよって、リスナーフラットに見ないとってさ。うん。そうしないと、またね、揉めるじゃん、リスナー同士ね。うん。そこのすれ違いがあんで、私たちにはね。それをママは言ってんじゃないの？多分ね。ママは、私と話さなくても通じるから、うん、親子だからさ。うん。ママは分かってんだよね。これを、このやりとり見て、なかなか仲良くしなさいって言ってんだと思うんだよね。そう。そうだから、お互いすれ違ってるだけだからって。そうそう。ママは言ってくれてさ。うん。でも電話したいときはしてくれば？うん。配信中でもいいよ。まあ、そんなしょっちゅうはしないけど。ただ、配信中の方が起きてるから、撮りやすいだけなんだよね、私。まあでもこうやって何回もしないよ。もう二度と。なんでそういうこと言うの？いや、こうやって何回もガーって立て続けに。何でもいいじゃん、今日。お散歩してたな。お散歩してたらバラの花見つけたわ、でもいいんだよ。わかった。ごめんね。これからコラボなのに。うん。うん。あの、楽しんで行ってきてください。うん。ありがとね。はい。うん、じゃあね。大丈夫？大丈夫だよ。うん。
じゃあね。だからその、うん、また、あ、いいや。わかった。いいよいいよ、大丈夫だよ。はい。じゃあね。はーい。なるほどね。あー。でもさ、これ言えるとどうしよっかな。なんでまやちゃんがそういう気持ちになったかも私わかるんだよ。でもそれを言うとなんかすごい炎上しそうなんだよな。